民主党の岡田克也です。まず質問を始める前に、総理もご存知のことだと思いますが、秋篠宮妃典子様がご解任されたという NHK ニュースの速報が流れたそうでございます。岡田克也。先ほどちょっと私紀子様とお呼びしなかったようですので訂正しておきます。